マイケル・アンドレッティ。マイケル・マリオ・アンドレッティ。マイケル・マリオ・アンドレッティ。1962年10月5日帯は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ベスレヘム出身の元レーシングドライバー。1991年のカートチャンピオン。父は、第1とインディカーワールドシリーズの元チャンピオンで1969年のインディ500優勝者のマリオ・アンドレッティ。 息子のマルコと従兄弟のジョンとアダムは現役のレーシングドライバー、おじのアルドとマッテイのジェフも元レーシングドライバーである。2010年現在はインディカーシリーズに参戦しているアンドレッティオートスポーツオーナー。1981年に北アメリカフォーミュラフォード、1982年に北アメリカフォーミュラスーパービデチャンピオンを獲得。1983年も 北アメリカフォーミュラアトランティックでチャンオンを獲得し、また2度目の参戦となったルマン24時間レースでは、父マリオ、フィリップ・アリオと組んで、総合3位に入っている。順調にキャリアを積み重ね、同年の終盤にはカートへの参戦を開始。翌1984年より、本格参戦となりこの年は、最高3位。 1985年は最高位2位と順位を上昇させていった。1986年に初優勝を含め3勝を挙げランキング2位に食い込むと PP も3回記録。1987年にも4勝 2PP でランキング2位に入るとほぼ毎年優勝 PP を記録しランキング上位に顔を出すようにいる。ただし1988年は未勝利で ランキング6位に終わった。PP は1回マークし、非選手権では勝利も記録。1989年より、ニューマンハースに所属。一席初年度に2勝 2PP で、ランキング3位。2年目の1990年に5勝、4PP で、ランキング2位となり、1991年には8勝、8PP で、念願のチャンピオンに輝く。 1992年も一勝 3pp ながらランキング2位となりアメリカにおいて最も成功を収めたレーサーとしての地位を欲しいままにしていた。父の F1 時代に GP に同行していたマイケルはもともとアメリカ人ながら海一で成功することを夢としていた。1991年1992年とマクラーレンのテストに参加した後、 1993年に本契約を結び、第一参戦が実現した。カートチャンピオン経験者として参戦することになったマイケルは、契約時にアラン・プロストやアイルトン・セナにも勝つ自信があると強気な面倒を発し、成功への自信を示していた。しかし、迎えた開幕戦南アフリカ GP ではスタートでエンストし、 その後デレック・アーウィックに接触し4周リタイヤ。第2戦ブラジル GP ではデビュー2戦目ながら予選5番手を獲得するも決勝はスタート直後の1コーナーでゲルハルト・ベルガーを巻き込んで宙を舞う派手なクラッシュを起こし0周リタイヤ。そして第3戦ヨーロッパ GP でもオープニングラップでカール・ベンドリンガーに接触し0周リタイヤ。開幕前は注目と期待の大きかった。 マイケルだが、チームメイトのセナとの予選でのタイム差や参戦を終了した時点で、すべて接触リタイア、セナは2勝2位1回で、全周回合わせても4周足らずという状況に、期待の声は、急速に薄まっていった。第4戦3割の GP ではようやくまともに周回を、重ね、1時5位まで上昇したが、結局32周目に、 単独スピンを喫し4戦連続リタイアに終わった。第5戦スペイン GP で5位に入り、回1発入賞。その後しばらくは、完走を続け、第8戦フランス GP では6位に入り2度目の入賞となった。しかし、第9戦イギリス GP では、スタート直後に、ジャン・アレジと接触して、スピンを喫し、レーシューリタイア。その後も、第10戦ドイツ GP では、 5週目の接触事故で、リタイア、第11戦ハンガリー GP では、スロットルトラブルにより、リタイア、マシントラブルによるリタイアはこれのみと参戦、連続リタイアを起死した。第12戦ベルギー GP は入賞圏外の8位で、完走、続く、第13戦イタリア GP でようやく3位、表彰台を獲得するが、直後に、 シーズンの残り3戦を残してマクラーレンとの契約を双方合意の上で解除した。マイケルが翌年からのアメリカ復帰を希望し、アメリカで有力チームとの交渉を優先するために契約の解除を申し入れ、ロンデニスがこれに応じたものであった。結局一度もトップは、オロか、マイケルとセナが共に完走したレースでは、セナとも同一集会でフィニッシュしたことはなかった。 1994年にアメリカへ戻ると以後毎年勝利を記録し、再びカートのトップドライバーとして活躍。息の長い活躍からミスターカートと呼ばれるようになっていった。2003年には自らのチームアンドレッティグリーンレーシングをチームグリーンとジョイントする形で結成。インディカーシリーズへ転向したが、シーズン途中でドライバー業を引退し、 チームオーナー業に専念するようになった。しかし、2006年のインディ500には、カーナンバー1をつけ、R では、チャンピオン自身にではなく、チャンピオンを排出したチームに1をつける権利がある参戦し、久々のレースながら3位を獲得。息子マルコも参戦し2位となっており、レースでは、親子対決も見られた。また同レースにおいては、ビル・ブコビッチと同様。 三代にわたっての参戦となった。その後チームは、チップガナッシュレーシングとチームペンスキーの2強に次ぐ有力チームに、成長2007年にダリオ・フランキティ2012年にライアンハンターイコール・レイがこのチームでシリーズチャンピオンを獲得した。1993年、輝かしいアメリカでのキャリアに比べて、 カイチで思うような成績を収められなかったことと同年にナイチェル・マンセルがあっさりとカイチとカートでの2年連続のチャンピオンを獲得たこととによりカイチとカートのドライバーのレベル差が論争の的となった。アンドレッティ以外のケースではジャック・ビル・ヌーブがカートチャンピオン獲得後にカイチでもチャンピオンを獲得したがアレックス・ザ・ナルディはカートチャンピオン獲得後 会一に復帰するもの全く結果を残せなかった。2008年にはカート後継シリーズのチャンプカーで4年連続チャンピオンの金字塔を樹立したセバスチャン・ボーデがスクーデリア・トロロッソから会一に参戦し注目を集めたが成績不振で2009年第9戦ドイツ GP を最後に解雇されている。アンドレッティが期待と裏腹の成績に終わった理由は アメリカのオープンな雰囲気と海一の閉鎖的な雰囲気の違いに馴染めず、また欧州に拠点を置かず、レースごとにアメリカからサーキットへ入り生活を続けたことから、なかなか思う通りの成績を収めることができなかったため、当時の F1 マシンはサイドプロテクターがなく、肩まで露出するコックピットに恐怖を覚えていたとされる子が多い。しかし後年、息子であるマルコ・アンドレッティは、 当時、将来有望でテコロなテストドライバーであった、ミカハッキネンが、父の後ろで控えていたため、マクラーレンが、故意に、アンドレッティを悪く見られるような作業をした。セナさえも不憫に思い、自身のスペアカーを、レースカーに提供したいと、チームに進言したほどだったと発言し、マクラーレンチームを球団している。真偽のほどは定かではないが、マクラーレンは、この発言に対し、 公式な回答はしていない。ただし、当時のチームリーダーのロン・デニスは、セナを気に入りのドライバーとして扱っており、ロータスから移籍した8ネンに期待をかけていた。そのため、デニス及びチームが残留したセナが優遇し、8ネンを早くデビューさせたいと考え、アンドレッティを礼遇した可能性はある。ただし、後者が影響した可能性はある。一が、 当時から現在に至るまでチームごとに独自のシャシーかつハンドメイドに近くチームの状況により成績及びマシンの戦闘力が左右されるのが当た前であったそれに対し当時のカートはレーナードローラの2社が競技用に生産した量産品に近くチームやマシンよりドライバーの腕で成績が左右されるのが基本であった実際アンドレッティが マクラーレンのテストに参加した1991年と1992年、参戦した1993年のマシンの性能はそれぞれ異なっており、マシンの特性を把握できなかった可能性はある。また、マンセルやビルヌーブが当時最強の戦闘力を発揮していた年のウィリアムズでドライブできたのに対し、ザナルディ・トボーでは所属チームにとって不遇の時代であり、 マシンの戦闘力が低い時期に参戦した面もある。アメリカにはカートやインディカーシリーズ、ナスカーなどの国内カテゴリーが盛んなことや、前車と比べアメリカ国内での F1 の人気が低いこともあり、会一ドライバーが多く排出されない。父マリオが F1 を引退して以降、アメリカ人の F1 参戦者は、エディチーバー、ダニー・サリバン、マイケル、スコット・スピード、 アレクサンダー・ロッシの5人しかいない。アンドレッティは1985年11月から1996年までサンドラス・スピノッチと結婚していた。彼らの間には、マルコ、1987年3月13日タイ、という息子とマリッサ、1990年10月31日、タイという娘が生まれた。1997年12月24日に、 レスリーウッドと再婚、ルッカ、1999年9月16日タイ、という息子が生まれている。2004年9月7日にレスリーとの離婚を申請。約2年後の2006年7月15日、1994年、ミスティーン、USA オレゴン州代表で、モデル、女優、2000年のプレボシプレーメイトオブザイヤーでモル、ジョギアンパターソンとの婚約を発表。 二人は2006年10月7日、カリフォルニア州ナパのアンドレッティワイナリーで結婚。マイケルの羊であるアンドレッティ家は著名なレース、一家である。父親は、フォーミュラ1、インディ500、ナスカーの伝説的ドライバー、マリオ・アンドレッティ。弟のは、カート、インディ500に参戦。マイケルの叔父、マリオの双子の兄弟は、事故で引退するまで、フォーミュラカーレーサーであった。 アルドの息子、マイケルのいとこは、ナスカーのレギュラーになる以前は、インディカーに出場していたが、インディ500に出場するためインディカーに復帰、2007年から2011年にかけて参戦。アルドの他の息子、もレーシングドライバーである。マイケルの息子マルコは2006年にインディカーシリーズにデビューを果たした。アンドレッティ家は5人の親族、マイケル、マリオ、マルコ、ジェフ、ジョンが、 同じシリーズ、カーと、チャンプカー、インディカーに参戦するという名門となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。